こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人がユニクロの年末セールで買うべき服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ気づけばですね、今年も年末ということで、そろそろ皆さんの中でもバーゲンセールを期待している方が少なくないのかなと思います。まあユニクロではですね、早くも年末祭という形でセールを一部していたりするんですね。まあその他にも冬のアイテムの中ですでに値下げしているものもあってたりするので、まあその中からですね、大人の男性におすすめできるものを今回は5点に厳選をして皆さんにご紹介をしたいなと思っています。まあ普段ですらユニクロは安いので、まあそれからですね、さらに値下げするとかなり買いやすくなるかなと思うんですね。とは言ってもセールだとついつい無駄な買い物もしがちだったりするので、冷静な感覚でこれセールの価格じゃなくても間違いなくおすすめできるよねというものだけをですね、厳選しています。ので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらを参考にしながら買い物をしていただきたいなと思います。そしてあくまでもですね、僕がお勧めしているからといって急いで買う必要は全くありません。あくまで皆さんのクローゼットを開けていただいて、その中に足りてない商品があって、それが今回僕がご紹介するアイテムと合致したら買うのが一番いいと思うんですね。まあ、ついつい僕たち YouTuber っていうのはですね、おしゃべりするのが仕事なので、商品を魅力的にお伝えするのが結構得意だったりするので、それで乗せられて買ってしまうという方も少なくないかなと思うんですが、まあくまで皆さんにとって必要なものを買うことが大事かなと思うので、そのあたりは冷静に判断しながらですね、今回の動画楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にユニクロのですね、冬のセールの中からおすすめのものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちらですね、カシミヤクルーネックセーターカッコ長袖。今回セール価格ですね、9990円ということで1万円を切ってきました。これ期間限定なので12月28日になりますので、これはですね、検討している方はちょっと早めにですね、チェックをしていただくのがいいんじゃないのかなと思います。まあユニクロって様々なニットをやってるんですね。まあその中でも僕はですね、カシミヤのニットってあんまり押すことはなかったんですね。これなぜかというとですね、ユニクロの価格のマジックなんですが、やっぱりユニクロのニットというとですね、3000円とか4000円ぐらいで買えるようなイメージが強いかなと思うんですね。まあその中でカシミヤのニットはですね、結構高額で1万円超えてくるわけなので、そうなるとですね、まあちょっといつもより高いなということで、なかなか気軽にはですね、おすすめしづらいところがあるんですが、ただですね、このカシミヤ 100% で1万円台前半っていうのは他のお店ではまずありえない価格設定なんですね。まあそれぐらいユニクロは企業努力ですとか、まあ規模の力によって、まあこれぐらいの価格が実現できるわけなんですが、今回はセール価格ということで1万円切ってくるので、まあ皆さんにちょっとこの機会にですね、ご紹介するのもいいんじゃないのかなと思っています。いわゆる繊維の宝石と言われているカシミヤですが、肌触りも良くて発色も綺麗なんですね。まあこのあたりに一つの利点があるかなと思ってまして、まあカラー展開もめちゃくちゃ豊富です。まあ中でもですね、やっぱり色味が綺麗だなと思うのは今回一押しなんですけど、62番のブルーですね。これがですね、かなりいい色合いだなと思っていまして、この後ご紹介するあるアイテムと合わせると非常にバランスがいいんじゃないのかなということで、まあ今回お勧めさせていただきました。まあブルーの中でも明るめで、いわゆるこうネイビーとかよりは発色が綺麗なブルーになっていまして、これはですね、ニット主役にしてもすごく綺麗ですし、この上にコートだとかダウンを着てあげてもですね、非常にこう差し色として効いてくるので、この色味に惚れ込みました。なかなかですね、カシミヤ 100% でこのような価格帯っていうことは他の企業では実現が難しいかなと思いますし、まあ色の綺麗さというところも味わっていただくんだったら、このブルーが間違いなくおすすめかなと思います。あとはですね、まあベーシックで使いやすいなと思うのは30番のナチュラルですね。ホワイトよりは少しですね、クリーミーな色味になっていますが、明るめでこういったものが冬の着こなしの中に混じるとすごく使い勝手がいいんですね。例えばベージュだとかブラウンのアウターとか、あとはオリーブだとかアースカラーのアウターの内側にこのようなナチュラルカラーを持ってくると清潔感があって、パッと明るい印象になるのですごく使い勝手がいいんですね。このようなベーシックで使いやすいニットこそちょっと良いものを買っておいて
で長く使うというのも、まあ、すごくいい選択肢かなと思います。まあ、ユニクロのこのあたりのニットというのは、毎年やっているものなので、来年にはなくなるということもまずないと思いますし、ベーシックなアイテムだからこそ長く使えるということなので、まあ、このようなカシミヤクルネックセーターを選んでみるのはすごくいいんじゃないのかなと思います。例年に比べると少し厚みが増してるんですね。まあ、ちょっと中肉厚ぐらいになってきていますので、割とですね、アウターの下に来た時のバランスとしてはちょうどいいですね。薄手のニットというのは結構体のラインを拾ったりするので、ぽっちゃり体型の方が着るとちょっとですね、生地が張っちゃったりしてあまりこう素敵に見えなかったりするんですが、まあ、これぐらいの厚みというのが一番使い勝手がいいんですね。まあ、ジャケットの下に着たりすることもできますし、アウター下にも着ることができるというところですね。あとはサイズ感に関してもやはりユニクロなので、GU に比べるとこうコンパクトなサイズ感といいますか、あまりこうオーバーサイズに振ってないんですね。とは言ってもピタピタというわけではなくて、ジャストサイズからほんの少しゆとりを出してるぐらいなので、非常にですね、重ね着しやすいようなプレーンさを持った1枚かなと思います。まあ、身長164センチ53キロの僕だったら、M サイズを選んでおいて、まず間違いがないかなと思いますし、ちょっとトレンド感強く出したいなという場合は、まあ、さらにこう、ワンサイズ上げてもいいかなと思うんですが、あんまりこう、オーバーに振りすぎてしまうのもですね、個人的にはあんまり推奨しないんですね。確かにゆったりめに着たいよねっていうのはあるんですけども、サイズを思い切って上げてしまうと、着丈のバランスとか、袖の長さだとか、首元の空きのバランスも変わってきてしまうので、まあ、せめて上げてもワンサイズ、頑張ってツーサイズぐらいかなとは思うんで、そのような形でですね、サイズを選んでいただければなと思います。一押しは綺麗なブルー、そして2番手がナチュラルってとこですね。まあ、このあたりを選んでいただければ、まず間違いがないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のアイテムなんですが、これまたですね、僕の動画の中では何度かご紹介しているので、お馴染みかなと思うんですが、ユニクロ U のワイドフィットパラシュートカーゴパンツがですね、これまた12月28日までのセール価格になってまして、2990円ということで、これは傑作の一本なので、まあぜひ皆さんにも買い足していただきたいなと思います。まあ3色展開なんですが、個人的には、まずはブラックですね。このあたりを持っておくと便利かなと思います。まあユニクロのボトムスといえば、スマートアンクルパンツだとか、タックワイドパンツのような綺麗な雰囲気のボトムスですね。このあたり僕がおすすめすることが多いんですが、まあ、ちょっとこうドレスライクな綺麗なパンツなので、それだけだとちょっと飽きてくるんですね。ちょっと癖取り入れたいよねっていう時にはこのパラシュートカーゴパンツが本当にバランスがいいんですね。まあ、シルエットも少しゆとりがあって、裾をキュッとですね絞ることもできますし、まあ、いわゆるですねカーゴパンツ特有の横にポケットが大ぶりのものついていますので、このあたりでもちょっとしたこうアクセントを添えることができるので、これ使い勝手すごくいいです。僕も2色持っておりまして、ブラック系で引き締めるような形で使っていたりだとか、あとはオリーブですね。このあたりも結構使い勝手がいいです。まあこの数年はですね、カーゴパンツみたいなものがトレンドアイテムになっていまして、おしゃれが好きな方がですね、結構このようなものを使ったりするんですね。特にオリーブに関してはアーミーな雰囲気も多少あるんですけども、まあユニクロ U が作るですね、カーゴパンツということで、クリーンさも損なわないようなバランスなので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。先ほどご紹介したオフホワイトのカシミヤニットなんかで合わせても非常にバランスがいいかなと思うので、これは2本あってもいいかなと思います。まあ、まずブラックがあって、その次にオリーブを足すというのもいいかなと思いますが、まあ、季節もですねあんまり問わないような素材感だと思います。おそらくですねこれ、まあ、真夏はねちょっとハーフパンツを履く方もいらっしゃるかなと思うんですが、秋冬春は使えるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですねこのセールでゲットしておくといいんじゃないのかなと思うので、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これ期間限定というわけではなくて、値下げをしているアイテムになります。もうこれもまたユニクロの大定番ですね。ウールカシミヤチェスターコートですね。まあこれがですね、値下げをして 14,900 円になりました。まあ従来よりもね、ちょっとチェスターコート値段上がってるなという感覚もありましたが、まあ値下げをしてですね、ようやくこう、買いやすい価格といいますか、まあいつものこう、見慣れたぐらいの価格帯になってきたかなという印象なんですね。まあユニクロのチェスターコートというのは定番中の定番ですね。まあ今っぽさっていうところは正直ですね、このチェスターコートにはもうないかなと思うんですね。なので
トレンド感を追いたいという方にはあまりおすすめはできないんですが、ベーシックで大人っぽい着こなしをしたい男性にはバチッとハマることは間違いがないかなと思います。まあ、特にですね、40代中盤以降の方だとやっぱりこのような綺麗な素材感のチェスターコートというのは一着あるとすごく便利かなと思います。まあ、GU のですねチェスターコートなんかはオーバーサイズになっていまして、まあ、素材感はやっぱりユニクロと比べるとやっぱりこなれた感じはあるかなと思うんですね。なので20代から30代後半の方だったらやっぱり GU がいいかなと思うんですが、40代中頃ぐらいになってくるとそこまでオーバーサイズに振りすぎなくてもいいかなと思いますし、あとは素材の持つ質感っていうのがすごく重要になってくるんですね。このあたりで、まあ、肌の質感だとか髪の毛の雰囲気だとか、まあ、いろんなものがですね若い頃と比べるとやっぱり徐々にですね大人っぽい雰囲気になってくるので、そのあたりをですねこう上質な素材感でカバーしてあげるということが40代後半以降は必要になってくるかなと思うので、まあ、そういった時にですねこのウールとカシミヤがブレンドされたチェスターコットというのは非常にバランスがいいことは間違いがないかなと思います。でこちらのカラーなんですが3色展開になっているんですけども、まあ、ブラックだとやっぱりちょっとこうモード感があってかっこいいかなと思うんですが、やや重たいかなという感じと、やっぱりこうジャストサイズのチェスターコートでブラックだとややこうビジネス感とか礼服感が出てしまうので、個人的にはちょっと柔らかみを感じるようなネイビーをお勧めしたいなと思います。もしくはブラウン系もですねなかなかバランスがいいかなと思うので、まあ第一候補がネイビーで第二候補がブラウンというところで皆さんにご紹介ができればなと思います。まあ先ほどご紹介したカシミヤのニットのですねちょっとこう明るめのブルーありましたよね。あのブルーとネイビーを重ねていただければ、まあグラデーション効果ですごくバランスよくハマるんじゃないのかなと思います。またこのネイビーのチェスターコートをですねちょっとこうカジュアルな方向に振るには、先ほどご紹介したパラシュートカーゴパンツのオリーブがめちゃくちゃ相性がいいです。まあロング丈のコートの綺麗さとちょっとカーゴパンツの持つカジュアルさはすごくバランスが良かったりするので、まあ今回ご紹介するものの中でもコーディネートが組めるんじゃないのかなと思います。サイズ感に関してはまあジャストサイズなので少しサイズ感を上げてみるのもいいかなと思います。まあ身長164センチ53キロの僕だったら S でも本当はいいんですけども、 M サイズを多分選ぶかなと思います。あんまりこれまたサイズ上げすぎてもいろんなところが長すぎてしまうんですね。袖丈が長すぎたりだとか、まあ、バランス悪くなってしまうので、まあ、せいぜい上げてワンサイズぐらいかなと思うんですが、まあ、そのあたりのサイズ感をアップすることで少し今っぽさを出していただければ、まあ、これ未だに使えるアイテムだなと思いますし、1万円台後半だとなかなか思い切ってですねおすすめしづらいところもありましたが、まあ、なんとか1万4900円というところではすごく皆さんにもご紹介しやすいですし、あとはビジネスカジュアルで着るんであればやっぱりこれぐらいのサイズ感が使いやすいんですね。ちょっとこう肩が落ちたようなオーバーサイズのチェスターコートだとビジカジだとややこう合わないこともあったりするんですが、まあ、ビジカジとかスーツにも相性がいいというところでは、まあ、ユニクロのチェスターコート未だにですね健在かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらですね。これまた僕自身もですね愛用しているアイテムになるんですが、ユニクロとホワイトマンテナリングがですねコラボレーションして作っているフリースフルジップパーカーですね。これがですね2990円ということで値下げされているんですね。あんまり売れなかったのかな、すごくいいアイテムだと思うんですけどね。一番最初のコラボレーションと比べると、まあ、デザイン的にもそこまで大きな違いがないのと、やっぱりですね1と2を比べると2の方が勢い落ちてしまうのでまあ、ちょっと在庫が残ってるのかなということで、まあ、2990円になっています。これ使い勝手すごくいいです。僕もですねこれは部屋着からワンマイルウェアとして使っているんですが、結構暖かいんですよね。フリースの風合いもいいし、やっぱりこうフリースというカジュアルな素材感のものでおしゃれ感を出すってなかなか難しいんですよね。まあ、かつてユニクロというとフリースのイメージが強かったんですが、それがめちゃくちゃかっこいいアイテムだったかというと、まあ使い勝手はいいけどもスタイリッシュさというところで言うと、まあ、他にも選択肢があるよねというイメージだったと思います。まあ、それぐらいフリースっていうのはカジュアル度が高いので、まあ、なかなかデザイン性をですね高めるのは難しいんですが、こちらのホワイトマウンテナリングとのコラボレーションモデルはフードがついていますし、切り替え部分があったりだとかデザイン的な面白みもあって、かといってやりすぎ感もないので非常に使いやすいんですよね。カラー展開4色になっていますが、僕が選んだのはブラックになります。まあ、僕はねやっぱり長く使いたいなというのがあって、
あまりこう色では遊ばずにですね、ブラックを使っているわけなんですが、まあこれ本当に使い勝手がいいので、まあぜひ皆さんもですね、このセール価格になっているところで、ワンマイルウェアとかですね、あとは部屋着として使っていただくのもすごくいいのかなと思います。やっぱり部屋着自体がデザイン良かったりすると、部屋の中だけで過ごす時間も充実したりするので、結構ですね、ルームウェアとかも大事かなと思ってるんですね。あとはちょっとした外出の際なんかにも使えますし、まあこのフリースに対してタックワイドパンツのグレーなんか合わせても非常にバランスが良かったりするので、まあ本当にね、いろんな機会に使えるような名作だと思うので、まあぜひ皆さんもですね、この価格で買えるのは間違いなくお得だと思うので、この機会にですね、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はこちらですね。3D スフレヤーンモックネックセーター、かっこ長袖ですね。これは値下げをしまして2990円ということで、非常に買いやすい価格帯になってるかなと思います。まあこのニットはですね、まあ定番的に取り扱っているようなものなんですが、まさに冬にはぴったりのですね、モックネックになってるんですね。襟に高さがあるので、首元が暖かいのと、やはり丸首よりはですね、ちょっとこう見え方にトレンド感が漂うので、1枚持っておくと便利なアイテムになってるんじゃないのかなと思います。先ほどはカシミヤのニットをですねご紹介しましたが、丸首ですごくオーソドックスな雰囲気です。それに比べるとこちらのモックネックに関してはトレンド感があるような仕上がりになってまして、あとは肌触りですね、このあたりはスフレヤーンということで、まあ最近ユニクロの中でも取り扱うようになった生地なんですが、肌触りがすごくもちっとしていて気持ちがいいんですね。着ていてですね、ストレスがないようなチクチク感のないニットになってまして、このあたりの風合いも含めてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。表面もですね、サライとしているよりは少し凹凸感があるので、退屈に見えないところもすごくいいですし、中肉厚なのでしっかりと温かみもありますし、この上にダウンだとか、コートを着れば着こなしが完成してしまうので、これまたバランスがいいと思います。あとは、ホールガーメント製法で作られているということで、体にですね、馴染みやすいですし、着心地の面でも、ユニクロの数あるニットの中でも、非常に高い仕上がりになっているので、そのあたりも含めてストレスがないような、そんな一着になっているかなと思います。問題は色ですよね。5色展開になってるんですが、まずはなんかストイックなブラックですかね。05のブラックを選んでおけば、これまた使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあサイズ感はですね、割とコンパクトなので、これワンサイズアップはマストになってくるかなと思います。まあニットなので、まあ2サイズ上げてもギリギリかなというところなんですが、1から2サイズぐらい上げて少しゆとりを持たせながら着てあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。そして、ちょっと柔らかさを出すのであれば、ベージュよりも少しコクがあるようなブラウン系もいいなと思いますし、あとはですね、ブルーもなかなかいいですよね。ネイビーよりも少し明るさのあるようなブルーなので、先ほどのネイビーのチェスターコートに合わせるような形でもすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、まあ、せっかくセールになってるので、思い切ってレッドなんかを選んでみてもなかなかいいかなと思ってまして、これまた単体で見るとめちゃくちゃ強い感じなんですが、この上にですね、ネイビーのチェスターコートとかを着てしまえば、見える分量調整できるので、意外とレッドのニットなんかは使いやすかったりするんですね。あとはチェスターコートのブラウンですね。ブラウンとレッドっていうのも結構相性が良かったりするんですね。なのでそういった着こなしの中の一つのアクセントとしてレッドを使うっていうのもなかなかいいかなと思いますし、まあ、セール価格だからこそこういった冒険もできるかなと思うので、スフレヤーンのニットもですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロの冬のですねセールで買うべき服5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回はですね結構上半身のアイテムが多かったですね。コートですとかニットですとかフリースですとか、まあこのあたりが多かったかなと思うんですが、まあぜひ皆さんもですねセール価格なんですけども、このあたりはまあ中長期的に見ても使えるものが多いかなと思うんですね。まあ特にユニクロの場合は毎年ですねガラリと雰囲気が変わるということはなくて、継続でアイテムをですね出し続けるので、必ずですねまた来年の秋ぐらいになるとですね同じような商品が出てくるわけなので、まあセール価格で買っておくのもまず間違いがないかなと思います。カシミヤのニットなんかは結構価格帯が高いので、この機会に買っておくのもいいかなと思いますし、スフレヤーのニットなんかはねちょっとこう色を遊んでみるのもいいかなと思うので、まあぜひ皆さんもですねいつもの買い物とはちょっと違ったものもトライするという意味でもうまくセールを活用していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネル
ネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとですね、ツー向けの専門ブランドなんかに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ライブ配信もやっていますので、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しく展開しています。気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくて文章と写真ベースで、だいたいこう2分ぐらいで読めるような分量で、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日投稿しています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも記事を書くことができるので、様々な方向性の記事をですね、読むことができるので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。